ワールドシリーズも王手をかけて3連勝、今日勝てば2年ぶりの優勝が決まるバーニー・ウィリアムス、マルチネス・グローシャス・ラデイ、そしてジラーディ・ペティートとなっていますが、今プエルトリコと出ている2人、このうちのバーニー・ウィリアムスに当たりがもう一つありません。ディビジョンシリーズは10ポストシーズンの成績をご覧いただいています。2番ショートのデレク・ジーター、4年目23歳、このミドルで変化するわけですからね、はい、だからそれをあのフォーシームとツーシームで投げ分けてるわけですね。ホールオーニュースターティングメンバーでベラス、グイーン、ボーン、カミニティ、レイリッツ、リベラ、フェルナンデス、ゴメス、そしてブラン、パナマがリベラ出身です。まず今日は左の8歳、ワールドシリーズではここまで12打数6安打5割で3打、ここは外野への犠牲フライでようやく打点を1つ挙げました。ポストシーズン、ディビジョンシリーズとチャンピオンシップシリーズのポストシーズン3割6分1厘、ツーベースが1本、得点が2、26歳、9打数4安打が彼のワールドシリーズです。ポストシーズンは2割5分、ね、ラデイですね、はい、もうブラウンのかかったらもう手に簡単にバックトスといいますか、背中からボールを回したりしながらねダブルプレーやってるんですよ、もうねこれがプロだなと思いましたけど ね、グラブさばきと同時に体が柔らかいでしょ、はい、しリストはいいですけどね、もうセカンドベース見なくてもそこへボールは行くわけですからね、まあ、こういう人がいたらやっぱりピッチャーこれで若いリベラをそのままバッターボックスに送り込む夢、再び2年ぶりワールドチャンピオン24回目、強いヤンキース、負けないヤンキース、シーズン114勝、そのままワールドシリーズに持ち込みました。ワールドチャンピオンニューヨークヤンキース。